今日行われた第293回日体大記録会にて、駒澤大学三田澤廉がオレゴン世界陸上の参加標準を突破した。今回の記録は、前まで学生記録を持っていた大迫傑の1万 M 20何分38秒31を大幅に15秒近いタイム上回っての記録となりました。この記録は日本歴代2位、そして日本学生歴代1位のタイム、さらに学生歴代留学生含む2位の素晴らしいタイムだった。田澤選手はレース後のインタビューで、ここで終わりじゃない、目的は世界で戦うこと、そう話していました。そして田澤選手は、今回同じレースを走っていた東京国際大学3、レゴン・ヴィンセント・キベット選手に勝利しました。駅伝ではヴィンセント選手がずば抜けていましたが、今年はどうなるかわかりませんね。箱根駅伝ももう1ヶ月後に迫りました。箱根では、田澤選手がどんな走りを見せてくれるか楽しみです。